最後のチャンス。ナンバーアンダーラインアイ有明公園の開放席に当選したファンの驚きと感動の物語、音楽の力を再確認。ナンバーアンダーラインアイ有明公園がファンに与えた忘れられない一体感。ある日、私のメールボックスに驚きの通知が届きました。開放席のメール来た。最後のチャンス。それはまるで宝くじに当たったかのような感覚でした。 このメールは、ナンバーアンダーラインアイの有明アリーナ公演について、追加の開放席が設けられるという知らせでした。ファンとしての期待と興奮が一気に高まりました。この知らせは、私にとっても、他のファンにとっても大きなニュースでした。これまでのチケット争奪戦で苦戦していた私たちにとって、この開放席、はまさに最後の希望です。公演の日程は、6月18日から20日までの3日間。 それぞれ13時30分と18時の2回公演です。そして、このメールを受け取った人だけが対象となる特別な申し込み期間が設定されています。締め切りは6月15日の18時。短い期間の中で、私たちは急いで準備をしなければなりません。しかし、喜びの中にも一末の不安がありました。 解放席はステージや演出の一部が見えにくい可能性があると注意書きされていました。それでも多くのファンにとって会場の雰囲気を直接感じることができるだけで十分です。演出の一部が見えなくても性のパフォーマンスを体験すること自体が大きな価値を持っています。私たちファンにとってこのニュースは SNS 上でも大きな話題となりました。増設なんてそれでも嬉しいよね。 みんな当たるといいね、と喜びを共有する声が多く見られました。多くの人がこの機会に期待を寄せ、幸運を祈り合っていました。また、遠方からも抽選に参加できることが分かり、さらに喜びが広がりました。居住地関係なく抽選してもらえていると知って嬉しかったです、といった声も見受けられました。この特別な瞬間を迎えるにあたり、 私は改めてナンバーアンダーライン愛がどれほど多くの人々に影響を与えているのかを実感しました。彼らの音楽やパフォーマンスは多くのファンの心をつかみ、日常の中での希望や喜びを与えてくれています。そして、そのファンの一員として、私はこの解放席の機会を通じて、彼らの公演を体験することができるかもしれないという期待に胸を膨らませました。 応募方法は抽選販売であり、先着順ではありません。これは公平なチャンスを提供するための措置です。すべてのファンが平等にチャンスを持てるという点で、多くの人にとって安心できるポイントです。しかし、その分、競争も激しくなることでしょう。私は心を落ち着け、当選の知らせを待ち望みました。私の周りの友人たちも同じように期待と不安を抱えていました。 どうか当たりますように、もし当たったら一緒に行こうね、と励まし合いながら、私たちはその日を待ちました。リアルタイムで共有する喜びや不安は、まるで一つのコミュニティが形成されたかのようでした。SNS 上でも、見知らぬファン同士が共感し合い、励まし合う姿が見られました。また、この経験を通じて感じたのは、ファン同士のつながりの強さです。私たちはみんな、 ナンバーアンダーライン愛を愛するという共通の情熱を持っています。その情熱が互いを支え合う力となり、一つの大きなコミュニティを形成しているのです。コンサートのチケットを手に入れるという一見個人的な目標が、実は多くの人々とのつながりを生み出していることを改めて感じました。いよいよ当選発表の日が近づく中、私たちの期待はますます高まりました。そして、 その瞬間が訪れました。当選メールを受け取った瞬間、私の心は喜びと感謝でいっぱいになりました。おめでとうございます、と書かれたメールを見て、私は自分の目を疑いました。夢が現実となった瞬間です。当選した喜びを SNS で共有すると、多くの祝福のメッセージが寄せられました。おめでとう。素晴らしい経験をしてきてね、といった言葉が次々と届き、 私の喜びはさらに増しました。こうして、私はナンバーアンダーライン愛の有明公演に参加することが決定しました。当日、私は早めに会場に到着しました。周囲には同じように興奮した表情のファンたちが集まっていました。みんなが同じ期待と喜びを胸に、この特別な瞬間を迎えていました。会場に入ると、その広大なスペースに圧倒されました。 ステージは輝き、観客席には多くのファンが詰めかけていました。公演が始まると、私の胸は高鳴りました。ナンバーアンダーライン愛のパフォーマンスは期待を裏切らず、むしろそれ以上のものでした。音楽、ダンス、演出の全てが完璧で、私はその瞬間を全身で感じることができました。特に、ファンとの一体感が強く感じられました。会場全体が一つになり、 まるで夢の中にいるかのような体験でした。この講演を通じて、私はナンバーアンダーライン愛の魅力を再確認しました。彼らの音楽は私たちにとって、ただのエンターテイメント以上のものであり、心の支えとなるものです。そして、その音楽を通じて、多くの人々と繋がることができるという点も大きな魅力です。最後に、この特別な経験を振り返りながら、私はふと思いました。 私たちのようなファンがいる限り、ナンバーアンダーラインアイはこれからも多くの人々に喜びと希望を届け続けることでしょう。そして、その一部として彼らの公演を体験できたことは、私にとって一生の宝物となりました。この経験を通じて、私は改めてファンとしての絆の強さと、音楽の持つ力の大きさを感じました。これからもナンバーアンダーライン愛を応援し続けることでしょう。 そして、次の公演が待ち遠しく感じる今日この頃です。次の公演がいつになるのか、どのようなサプライズが待っているのか、それを楽しみにしながら、私はまた日常生活に戻っていきました。しかし、今回の経験は私の心に深く刻まれ、これからもずっと忘れることはないでしょう。そして、同じように夢を追いかけるファンたちと共に、また新たな冒険に出る日を待ち望んでいます。 これからもナンバーアンダーライン愛が私たちにどんな感動を与えてくれるのか、その一瞬一瞬を大切にしながら、私は彼らの音楽と共に歩んでいくことでしょう。そして、その旅の途中で出会うすべてのファンと共に、この素晴らしい世界を共有できることを楽しみにしています。公演後も、その余韻に浸る日々が続きました。友人や SNS 上のファン仲間たちとの交流は、ますます深まりました。 ナンバーアンダーライン愛の公演に参加したことで、私たちの間には共通の思い出が生まれ、話題は尽きることがありませんでした。公演のハイライト、印象的なパフォーマンス、一緒に歌った曲など、何度も語り合うことで、その感動を共有し続けました。特に、私たちが特別な思い出として語り継ぐのは、彼らのアンコールパフォーマンスでした。アンコールの呼び声が会場全体に響き渡り、 再びステージに登場したナンバーアンダーライン愛が私たちに向けて感謝の言葉を述べた瞬間、会場中のファンは感動の涙を流しました。彼らの真摯な姿勢とファンを大切にする気持ちが直接伝わる瞬間でした。その後、私たちは彼らの新しいアルバムのリリースを待ちわびました。公演で披露された新曲の一部がアルバムに収録されると聞き、その日を心待ちにしていました。 新しいアルバムの発表は、また一つの大きなイベントとなり、多くのファンが購入し、その音楽を楽しみました。アルバムを聴きながら、公演の記憶が蘇り、再びその感動を体験することができました。さらに、ナンバーアンダーラインイのメンバーたちが SNS を通じてファンと交流する姿勢も、私たちにとって大きな喜びでした。彼らは公演後の感想や、日常の1コマを共有し、 ファンとの距離を縮めてくれました。その一つ一つの投稿が私たちにとっての宝物であり、日常生活の中での励みとなりました。また、この経験を通じて私たちは音楽が持つ力について改めて考える機会を得ました。音楽は言葉を超えて人々の心をつなぎ、共感を生み出します。公演での一体感はその最たる例です。会場に集まった何千人ものファンが 同じ瞬間に喜びや感動を共有し、一つの大きな家族のように感じることができました。